ローストポーク、クネドリーキ、スキャベツを乗せたチェコ料理の典型的な一皿チェコ料理はチェコで食べられている料理の総称である。クネドリーキを添えたグラーシュ北方に位置する東西に長い内陸国というチェコの立地は料理の食材に制限を加え、制限の枠内で様々な工夫を凝らした料理が生み出された。伝統的には穀類、限られた種類の野菜、 豚肉、牛肉、花菌類、乳製品、庭園で採れた果物が主な食材になっている。前菜、デザート類の種類が豊富な点に特徴があり、一節には2000種類もの前菜が存在すると言われている。チェコ料理には、香辛料による強い風味はつけられず、素朴な味付けがされている。ビーフストックに、塩、胡椒、ラードが、 チェコ料理の基本的な味付け方法となっている。肉料理の仕上げとして冷たなが入れられることが多く、味付けについて単調な印象を持たれることがある。伝統的なチェコ料理は肩とも言える。脂肪分と塩分が含まれ、一つの皿に大量の料理が乗せられる。市場経済導入後からの健康志向の高まりによって、量が多く味の濃い肉とジャガイモ中心の伝統的な チェコ料理に手が加えられつつある。朝食はパンにハムかチーズを添えた簡素なもので、コーヒーか紅茶が一緒に飲まれている。夕食も簡略で、パン、ジャガイモとハムやソーセージの盛り合わせなどが食べられている。典型的なチェコ料理の一つとして、スキャベツとクネドリーキを添えたローストポークが揚げられる。ローストポークと付け合わせの組み合わせは、チェコ料理の基本形の一つであり、素材を 牛肉、鶏肉、鯉のぶつ切りなど、調理法を、ソテーやグリルに、付け合わせのクネドリーを茹でたジャガイモなど、料理を構成する要素を変えることで新たな一品、料理が誕生する。別のチェコ料理の基本型に、素材に衣をつけて揚げた料理がある。叩いた、豚肉、キノコ、カリフラワー、チーズなどが、フライにされる。フライには通常タルタルソースがかけられ、茹でたジャガイモが、 付け合わせとされる。ポークカツレツには、温かいジャガイモか冷たいポテトサラダが添えられる。チェコ料理は、ドイツ、オーストリアの食文化の影響を強く受け、より田舎っぽくしたドイツ料理に例えられることもある。逆に、チェコの食文化は、オーストリア料理にも影響を与えた。牛肉のシチューであるグラーシュは、チェコと同様に、ハプスブルク家の統治下に置かれていた。 ハンガリーの料理であるグヤーシュを起源に持つ。ハンガリーのグヤーシュには様々な野菜が使われるのに対し、チェコのグラーシュはみじん切りにして炒めた玉ねぎ以外の野菜はあまり使われず、小麦粉でとろみがつけられている。肉がチェコ料理の中心で、豚肉が肉料理の主流になっている。豚肉に次いでよく食べられるのが牛肉で、 鶏肉、アヒルやガチョウなどのカキ類もよく食べられている。特別な日には鹿、イノシシ、ウズラなどの料理が出される。チェコには様々な種類のソーセージが存在し、短く太いベシティ、歯ごたえのある皮付きウインナーのクロバーザなどが食べられている。チェコの首都プラハはフランクフルターソーセージ発祥の地の一つと考えられており、日本一組で供されるため、現地では 一体を意味するパールキと呼ばれている。チェコではハムと呼ばれる製品は豚のもも肉の燻製に限られ、特にプラハハムが知られているチェコの食卓には魚料理もよく並ぶが、魚料理の種類は少ない。鯉やマスといった淡水魚が魚料理の中心になっている。ボヘミア南部では13世紀頃に始められた鯉の養殖が盛んで、一説には10世紀頃に 遡ると言われている。チェコの淡水漁業は16世紀に前世紀を迎え、大漁主は鯉の養殖を推進し、安定した秩序が鯉の流通を助けていた。鯉の需要が停滞した16世紀半ばから、漁主たちはビール醸造に力を入れ始め、1618年の30年戦争によって流通網は破壊される。鯉料理の中で一般的なものはフライで、 スメたなをかけ、茹でたじゃがいもか、クネドリーきを添えて供される。チェコのクリスマスイブには、恋料理が欠かせないものになっており、イブの日の夕食には、恋のスープやフライが出される。チェコでは、生命力の強い恋は幸運のシンボルとされており、恋をかたどったクリスマスケーキも作られる。チェコ人の間では、恋料理の味の評判は、それほど良くはないが、 クリスマスイブならではの縁起物として好まれている。フレビーチキクネドリーキとは茹でた、円筒形のパンで、家庭で作られたものが最上と考えられている。クネドリーキの大きさ、素材は様々で、スープの具、肉料理の付け合わせ、デザートなどに異なる種類のクネドリーキが使われる。最も一般的なクネドリーキとして、ホースカという丸型のパンを、小麦粉や卵、 バターと一緒に練り上げて茹でたホースコビークネドリーキが揚げられる。オボツネークネドリーキは生地の中に果物を入れたデザートの一種である。クネドリーキの材料にもされるパンはほとんどの料理に添えられる。パンにはバターだけでなくラードが塗られることもある。かつてチェコの山岳地帯では大麦粉や塩爆粉などが混ぜられたパンが食べられていた。薄切りにしたフランスパンを土台にする。 オープンサンドは、デリカテッセンやビュッフェで売られ、家庭では来客をもてなすために供される。ハム、魚類、パテ、ローストビーフ、卵、チーズなどが具にされ、マヨネーズやピクルスが添えられる。また、屋外の屋台では、穴を開けたバンゲットにソーセージを通した、チェコ風のホットドッグである、パレックブローリックが売られている。クリスマスには、バーノチカというパンが食べられている。 米もチェコ料理の主食となっているが、輸入品が多い。ヨーロッパの多くの国の料理と同じように、チェコ料理のスープは澄んだコンソメととろみのあるポタージュに、大別される。前菜となるスープの種類は豊富で、クネドリーキ入りのスープ、ソーセージ入りのキャベツスープなどがある。スープに使われる肉類は、牛肉と鶏肉が主流で、豚肉はほとんど使用されない。 牛肉は料理の品目によって使用される部位が決められており、舌、心臓、主具材にされる。一方、鶏肉のスープは一つの料理に複数の部位を混ぜて調理される。野菜スープの中では、ポレーフ化の人気が高い。チェコ料理は、野菜料理の種類はあまり多くない。伝統的なチェコ料理では、野菜は肉料理の添え物として扱われている。 チェコのサラダにはトマトやレタスなどをシンプルなドレッシングで和えたものが多い。冬には酢漬けの野菜がサラダの素材に使われる。キノコ狩りはチェコの季節の風物詩で夏から秋にかけての時期の森はキノコ狩りに訪れた人々で賑わう。キノコを利用した料理にみじん切りにして炒めた玉ねぎとニンニクに細かく刻んだキノコを加え卵で閉じたスマジェニチェがある。 プルゼニスキープラズドロイチェコを代表する種類として、まずビールが挙げられる。チェコは、世界的なビールの生産国の一つであり、国内には、大小様々な醸造所が置かれている。プルゼニのプルゼニスキープラズドロイ、チェスケーブジェヨビツエのブドバイゼルブドバルなどが高い評価を受けている。醸造前の現役に含まれる糖度によって、チェコでは、ビールは、色が薄い軽口の、重度、濃い色で、 国のある12度に分類されている。各地のビアホールは特定の醸造所と契約を結んでおり、それらの醸造所のビールが供される。また、プラハには、文豪やロスラフ・ハシェクが足しげく通ったウカリハなどの独特な雰囲気を持つビアホールが多く存在していた。他、モラビアのワイン、スピリッツの一種スリボビゼ、薬草で風味を加えたカルロビバリ名物のベヘロフカ、 といった食前酒の知名度も高い。一般的には赤ワインが好まれ、チェコで生産された良質のワインのほとんどは国内で消費される。チェコで飲まれるコーヒーはターキッシュコーヒーが伝統的な入れ方となっている。スビチュコバーナスメタニュブランボラークコラーチ。ありがとうございます。